作戦を始めるぞ。ほら、もっと刻んでやるよ。邪魔、見やがれ。優勢だ。いい調子だな。ごめんなさい。助かった。ありがとうよ。気にしないでください。しんどけ。あっちに強い巨人がいるのかな。があるんだ。みんながみんな同じってわけじゃない。
が窮地にある。直ちに救出する。切り刻め。どうもすいません。仲間を見殺しになんてできないからね。ご縁談ヤバいってことだよな。覚悟しろ。Back!
感じがピンピンします。揃った。早く帰還して私たちの仮説が正しいことを証明するぞ。例の任務大成功だったね。モブリット、それから君もよくやってくれた。しばらくはゆっくり休んでと言いたいところだけど、そうも言ってられないよ。まだ今回の戦果をまとめる仕事が残ってるからね。君にも助手として手伝ってもらうよ。それが終わり次第みんなでパーッと祝勝会と行こう。さあ二人とももう少しだけ頑張るぞ。
あんたか。
頑張ろう。はあ、おお。君か。連れてきたよ。ありがとう、ハンジ。君たちはもう下がってくれていい。ああ、じゃあまた後でね。
さて、突然呼び出してすまなかった。一度ゆっくり話がしたいと思っていてね。君の働きぶりはハンジやリヴァイから聞いている。調査兵団の居心地はどうだい？そう言ってもらえると私としては助かる。理解してくれていると思うが、調査兵団は人類が持つ唯一の矛だ。巨人の領域に挑み、人類の活動領域を奪還する。それができるのは調査兵団しかない。我々はその困難な目的のために多くの命を犠牲にしてきた。そのリスクはもちろん君も例外ではない。それでも君は調査兵団に身を置き続けられるのか。そうか、聞いていた通り肝が据わっているようだな。我々は常に一人でも多くの優秀な兵士を求めている。これからの君の成長に期待しているよ。